2008年日本グランプリは2008年の F1 世界選手権第16戦として10月10日から12日に富士スピードウェイで開催された正式名称は 2008FIAF1 世界選手権富士テレビジョン日本グランプリレース前年に引き続き雨に見舞われた富士スピードウェイだったが前日に降っていた雨は午前フリー走行時にやみ予選開始時には コース上に一部濡れていた部分があっただけで予選アタックに雨の影響は特になかった。ホームグランプリでもある富士でトヨタの二人、トヨタエンジンを積むウィリアムズのドライバー、中島和隆の初母国 GP に注目が集まる金曜フリー走行から好調だったティモグロックとヤルノトゥルーリがホームグランプリでの初優勝に期待を含ませる予選展開となった。1 編集ホームグランプリに湧くトヨタが9-1からその意気込みを見せた。トヨタのティモグロックが9-1でのトップタイムでを叩き出す。またこの時のタイム117.945は9-1では唯一の1分17秒台で続くマクラーレンのルイス・ハミルトンに0.126秒差でのトップタイムであった。初の母国 GP に期待が集まるウィリアムズの中島、カズタカはなかなかタイムが出ず。 チェッカーフラグ時にノックアウトゾーンにいたが、ラストラップで13番手の118.640のタイムで急にに進出した。驚くべきことに、校長 BMW ザウバーのニックハイドフェルドがノックアウトされるなど波乱の展開となった。また、このラウンドではトップのブロックから惜しくもノックアウトされた、ホンダのルーベンスバリチェロまでの17台が1秒以内に収まるという接戦を演じた。 92、編集ここに来て、トップ2チームが本領を発揮。フェラーリマッサが1 8 2 1 7でトップ2。平気、小ライネン、ハミルトンが続くが、キミライコネンはタイムが伸びず7番手に。注目のウィリアムズの2台は、フリー走行時からのタイムの伸び悩みを改善できず、中島14位、ニコロズベルグ15位で、ノックアウトに終わる。93、 編集ここまで波乱含みだった予選展開だが、それは93も同じで、ハミルトンがボールを獲得すると、今週末振るわなかったライコネンが、意地の走りで、小払い年をしのぎ2位に。さらには、それに続いていたマッサを、コースに対して、不利と言われていた、ルノーのフェルナンド・アロンソが上回り、4位に食い込み、マッサを5位に突き落とすという壮絶な2列目争いが繰り広げられた。位には、 ロバートクビサ、期待のトゥルーリ、グロックは7、8位、そして校長オートロロッソのセバスチャン・ベッテルが9位、セバスチャン・ブルデーが10位と続いた。序盤の混乱、編集序盤から激しい展開でレースは進んでいった。スタート直後、キミライ・コネンが2番グリッドからスタートダッシュに成功し、PP のルイス・ハミルトンを1コーナー手前でオーバーテイク。 ハミルトンも負けじとライコネンのインから前に出て、ブレーキをかけたが、ホイールロックして、コースを直進し、セーフティーエリアへはみ出した。ライコネンとフェリペマッサは、インのハミルトンが邪魔になり、共にセーフティーエリアに飛び出してしまい、さらには、その3台に釣られて、コーナリングをミスした平気コバライネンも、立ち上がりで加速がつかず、順位を落としてしまう。また、この、ハミルトンのブレーキアクションが原因で、 後続車両にも影響が出てしまい、1コーナーを抜けた直後に、ホースインディアのエイドリアンス・ウティルとレッドブルのデビット・クルサードが接触した。クルサードは、リアサスペンションを破損し、立ち上がりの加速時にコースを左へ横断。飛び出してきたクルサードと、中島・和ズの走行ラインが重なり、中島は接触して、フロントウィングを破損し、再開へ転落してしまう。今季で引退が決定しているクルサードは、 そのまま、タイヤバリアに突っ込みリタイヤ。クルサードにとっての最後の日本 GP は、わずか10秒ほどで終わってしまった。トップにチーム全社が順位を落とす混乱に乗じて、予選6位のロバートクビーサが、トップに立ち、予選4位のフェルナンド・アロンソが2位に続いた。その後もワールドチャンピオンが争いを展開する。ハミルトンとマッサは互いにいがみ合うような形での、展開が続く。2周目。 10コーナーへのブレーキングで競り合い、マッサは10コーナー死刑員の入り口で大きく膨らみ、その隙にハミルトンに抜かれてしまう。マッサは死刑員の出口で強引にインを取ろうとしたがハミルトンと接触し、ハミルトンはスピンしてコースをまたぐ格好で立ち往生した。ハミルトンは後続のマシンが通過するまで待たされた上にピットストップを行ったため最後尾に転落した。 レーススチュワードは1周目のブレーキアクションで、ハミルトン2周目の接触で、マッサにドライブスルーペナルティを下し、ワールドチャンピオンが争いをする2人が共に、ペナルティで得点圏から大きく、順位を下げることになってしまった。その後も7周目にティモグロックが、サスペンショントラブルでリタイア。9周目には、スーティルが19位から10位に順位を上げる活躍も、虚しく、 一周目のクラッシュのパーツを拾い、タイヤバーストでリタイアした。17周目にはここまで順調であったコバライネンがエンジントラブルでリタイア。22周目にはジャンカルロフィジュケラがギアボックス故障によりリタイアと序盤で5人のドライバーがリタイアした。アロンソの逆転勝利、編集レース序盤トップを争うクビサとアロンソ優勝争いはクビサが逃げ、アロンソが背後につける展開となる。 17周目に首差がピットストップに入っている間にアロンソが周回タイムを削り次の週には首差よりも短い給油時間でピットストップを行い首差の前に出てコースに復帰したその後アロンソは1周あたりおよそ0.5秒ずつ首差との差を広げ3位以下は来ネ年ヤルノトゥルーリに続いて12番スタートからネルソン・ピケジュニア が5番手まで上がってくるアロンソは残り24周、クビサは残り21周で2回目のピットインを済ませる。ライコネンはクビサの2周後にピットストップをしてコースに戻るが、わずかの差でクビサの前に出ることができなかった。後続では残り17周でトゥルーリとセバスチャン・ブルデーがピットイン、ピットから出てきた。ブルデーがマッサと接触し、マッサがスピンしてしまう。 その2周後に、ピケがピットインし、トゥルーリを逆転する。ライコネンを追う。ピケ最終スティントでは、ルノーの2台がいいペースで周回を重ねていく。ピケは、ライコネンとの差を1周あたり1秒ずつ縮めていき、残り10周で2位首差。3位、ライコネン、4位ピケが、それぞれ1秒ずつの間隔になり3台での2位争いに発展する。 しかしピケジュニアは60周目の4から5コーナーでのミスにより、ライコネントの差が広がってしまう。その後はマッサが8位まで順位を上げた他に、大きな変動はなく、アロンソが前線シンガポール GP に続きに連勝を果たした。アロンソはこの優勝で、鈴鹿と富士、両方の日本 GP を制したドライバーになった。ワールドチャンピオンを争う2人はマッサが8位。 ハミルトンが12位でチェッカーを受けた。レース後、51周目のブルデーとマッサの工作が、審議対象となり、当該ドライバー2名から事情を聴取する事態となる。審議の結果、ブルデーのマッサに対する震度妨害として、決勝タイムに25秒加算のペナルティが課せられた。これにより、マッサは7位に繰り上がり2ポイントを獲得、ハミルトンとの差を5ポイントに縮めた。またフェラーリは、今季から、 ピットでの発信指示を従来のロリポップに変えてシグナルシステムを導入していたがシンガポール GP でフェリペマッサのピットストップ中給油ホースが抜けていないのにもかかわらずスタート指示のメカニックのミスでスタートしてしまう事故があったため今グランプリではその原因であるシグナルスタート方式をやめ従来のロリポップスタート方式に戻して作業を行った溝に 緑のペイントが塗られたタイヤ。ありがとうございます。